と、ガス代みんなの平均聞きたいんだけど、どれぐらいですか？マジに気になる。なんかさ、都市ガスか、なんとかかんとかか、みたいなあるじゃん。プロパンか。によって違うらしいけど。4000、5000、2500。あー、まあでも、だいたいみんな5000円ぐらいかな。安い人だと3000円とか、なのかな。はい、坂本くろえの、先月のガス代を発表したいと思います。はい、でてー !254 円イエーイやばくない？ 254 円マジでやばいよね。坂本もびっくりしたんだけど。254円でした。理由といたしましては、はい、まず、お風呂、頻度少なかったですね。はーい。頻度少なかったね。ま、後半になってちょっと入ったりとかもしてたけど、言うて少なかったですね。はい。そして、何より、自炊をしておりません。3月ね。ほとんど妹がずっといたんだけど、上の妹もいたんだけど、自炊をせず、Uber やら、コンビニやら、頼み買い、料理をしておりません。したのね。2、3回だったかな。いくらなんでもさ、坂本も254円もさ、え？と思って、電話しちゃったんだよね。これって、なんか、もしかしたら、納められてなかった未納分とかなんですかねって聞いたら、あ、ちょっと確認しますねって言われて、で、最終的に、いや、こちらで全てなんですけど、あんまりガス使われてないですかって言われて、ああ、いや、あ、ま、そうですね、ま、外出が多かったかなとか言って、あ、外出が多かったかな、じゃあ、失礼しますか、じゃあつって、うん、終わったんだけど、その会話は、やば。いいよね。いや、いくらなんでもやばいだろと思ってさ。で、坂本引っ越してからも、自炊したいなって思ってるんだけど、言うてさ、自炊毎日絶対するとか決めてないのね。なんでかって、明らかにその時間があれば作業した方がいいから。時間取られるから料理って。っていうので、料理好きなんだけど、ちょっとためらってる節があって。でも、まあ、するようになるわけじゃん。で、お風呂も最近頻度上がってきたから、ちょっと頻度もだいたい2、3日に1回だと思うんだよね。そう、平均して2、3日に1回。早く入る日は、まあ、連日入っちゃうみたいな感じになっちゃってるから、これでいくらぐらい上がるのか気になってさ、254円からどれぐらい上がるんだろうね。